本当に感じることなんですけども、自分が例えばよく例えば相手を見てですね、自分がこの人ちょっと苦手やなって思うのは、これは伝えなくても伝わってしまうんですよね。この人苦手やなって思うことは。でもこの人のここが素敵やなっていうのは伝えないと伝わらないんですよ。もう社内でもそうですよね。この人のこと素敵やなって思うことはぜひ伝えてあげてほしいなっていうふうに思って、だからうちの会社の理念も去年の12月に変えたんですが、冒頭一番が私たちは伝えることの大切さを伝える会社ですということで、今は SNS を伝えてますけども、これが例えば10年後20年後様変わりしても、やはり人が人に何かを伝えていくことっていうのはすごく大切なことなんで、これを伝えていきたいなっていうふうに思います。